で2曲目ですね、これもサザンオールスターズの、希望の轍ということでね、今回からね、先ほど何度か登場してらっしゃいますけども、キーボードのね奥澤義明さんで、はい、覚えました。今回ね、あのね練習期間なくてね、はい、急に5曲ということで、はい、ご無理を言っておりますけども、この先長いと思いますので一つよろしくお願いします。楽しくいきたいと思います。それでは、希望の轍。その日は陽炎。